突然ですが、ダラッと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめはカウントダウンしながらかな。本日動画1本目上げて見れない、再生できないという声が続いておりましたので、原因よくわからないんですが、1本目と同じものの上げ直しさせていただきます。これでどうでしょうか。昨日一番のニュースはこちらでしょうか。一昨日になるのかな、海を越え、メイウェザー選手 VS コナー・マクレガー選手の2、契約はほぼ合意に近づいていると内部関係者、すでにイギリスのザ・サンなど複数メディアに報じられているようです。前回の契約体重が154ポンド 69.9 キロで、今回はそこから1ポンド上げての 70.3 キロで実施される予定とのこと。そしてラウンド数は前回は12回戦で行われ、勝負は10ラウンドで、メイウェザー選手の TKO 勝ちでしたが、今回はマクレガー陣営10ラウンドで希望しているようで、開催時期と場所は来年3月に中東との案が出ているようです。前回の試合でメイウェザー選手は2億7500万ドル、日本円で約380億円ほどを稼ぎまして、マクレガー選手は8500万ドル、115億円ほどを稼いだようです。メイウェザー選手の方が3倍多い計算になりますね。で、その時売れたペイパービューが6500万ドルで約90億円で、この2人のファイトマネーにもまだまだ足りない分のお金はどこから捻出したんでしょうか。その前に9月に迫っている朝倉未来選手とメイウェザー選手の試合で、朝倉未来選手がもし勝てば、いい試合をすれば、この次の試合が決まった中ですので、さらにボーナスポイントとして話題になること間違いないでしょうから、何か起きてくれと期待したいところですね。続きましてはこちら。昨日できなくて今日、K1 横浜祭り9月11日、対戦カード発表されまして、まずザマッチ組から、久村雅史選手 VS コンペット、シットサラ・ワットスア選手、ムエタイ、ルンピニ元2階級制覇チャンピオンであり、この間吉成名高選手が取ったプロムエタイでの元チャンピオンでもある超強豪ですね。しかもまだ22歳と若く、ここまで98戦もしております。79勝、しかし KO は少なく 12KO の16敗、3分けだそうで、テクニック巧者でずっと天才と言われていた選手だそうです。ワンのチャンピオンとも1勝1敗のライバル関係にあるのだとか。久村雅史選手は強豪だからこそ1ラウンドからしっかり倒しに行く、これから対世界と戦っていきたいと思っているのでもってこいの相手と。試合後のツイートは、対世界に向けての初戦、あの舞台を経てさらに強くなった久村雅史をお楽しみにと。続いてブラックパンサーベイノア選手と戦い、そしてその後仲良くなった輪島ひろみ選手 VS ギリシャのメレティス・カコウ・ババス選手。ヨーロッパ4つの団体でベルトを巻き、過去ピケオ選手とも戦い勝利している。この後動画出すので見てください。とにかく強い。同じ KO でも相手を吹っ飛ばして失神させるほどだそうです。ヨーロッパの木村実とも言われていたそうです。中村プロデューサーはどうしても呼びたかった選手の一人と興奮気味に話しておりました。49戦、42勝、35KO だそうです。コメントでは、K1 を見て育ってきたと嬉しいですね。輪島ひろみ選手は、強い相手とやりたいと言ってきたが、いきなり強すぎませんかと笑っておりました。輪島選手はいつもニコニコしてますよね。でも超強いんで期待しております。続いて、タケル選手とはタイのゲオサムリットジムでも修行仲間であった深橋選手、VS34歳で、クラッシュに参戦してきた遅咲きの大野裕次郎選手。K1 グループでは4戦3勝、1敗は大和哲也選手。そういえば、深橋選手の過去、ゲスト解説を務めたこともある安藤美希さん。その時の対戦相手の堀井翼選手にひどいことを言って炎上したということがありましたが、この間のブレイキングダウンではありますが、しっかりリポーターとして次の格闘技の仕事をもらえておりましたね。はい、人生なんとかなるもんだなというふうに思いました。それとも事務所が大きいのかな、わかりませんが。そして元ライト級チャンピオン、林健太選手 VS ルーク、改め小島ルーク選手。もう改めたのは結構前ですが、K1 ガールズの黒ギャル担当、犬島映写さんが好きとアピールしていた時期もありましたが、恋の行方はどうなったんでしょうか。ルーク選手、意気込みで、健太くん好きだけど、俺も2連敗で、そんなことを言ってらんないんで、K1
健太やりますと言って中指を立てておりました。これはもちろん漫画メジャーとかの作者の三田拓也先生の連載デビュー作バレーボールを題材とした健太やりますから撮ったものですね。まさかルーク選手の手にかかるとやりますのやがコロ切るになっていて中指を立てるというアレンジまで加わるとは。そして続きましてはこちら、タケル選手とは一心同体のように練習に励み、奥さんも超美人、私のチャンネルにも犬堂みどりさんの写真集買いましたとコメントもあります。しかも元 KO ボーイの完璧超人松倉慎太郎選手 VS 特攻服ファイター神保克也選手、神保選手登場するなり松倉選手にメンチ切っております。緊張の糸がピーン。松倉選手首が太すぎて多分シャツのボタンが閉まらないっぽいです。はい、かなりのケンシロウ感ありますね。ここはバチバチでしたので少し詳しくやらせてもらいます。神保選手はずっとムカついてたんでやっと転校生をぶっ飛ばせるとワクワクしてます。それとなんで俺が青コーナーなの、こいつよそ者だろ中村 P、 ふざけんなよ。松倉選手はここ最近 K1 に復帰してきたという意味ですね、よそ者というのは。それに対して松倉選手は、僕は煽るのとか好きじゃないし、もともと選手に好き嫌いはないが、煽られて気分良くはない。勝った方が世界への切符を手にできる。コーナーの色に関しては、それが K1 側の答え。最近の煽り合いの風潮は好きじゃない。掴み合ってもその後別に何もないし、しょうもない。それに対して神保選手が急に来て横取りしようとしているというと、松倉選手がこれが気になったようで、急に来てって何、お前の団体なの、俺のことを知ってんのと。神保選手は知らねえよ、旗から見てそう思うだけと。松倉選手はお前には関係ねえだろ。神保選手は別に俺の意見なんだから何でもいいだろ。俺が75キロの階級を作ってほしいとアピールしだしたら急に K1 に戻ってきちゃって、俺が75キロを作りますとか言い出して横取りしようとしているところに腹が立つと。松倉選手は俺が K1 に来てなかったら75キロできてないし、俺は外でベルトも返上してきているし悪いことをしてるかな、それは違うと思う、特攻服着てるけど特攻ってそんな軽いもんじゃない、本当に特攻していた人たちは負けても次があるとは思っていない、いろいろ勘違いしてる、でもまあ勝った方が正しいと。神保選手はこいつインパクト何にもないと言うと、松倉選手は服装じゃなくて考え方の話、その格好で実際に特攻しないっておかしいだろ、じゃあスーツで来いやと。神保選手がお前に関係ねえだろと言うと、松倉選手は関係あるだろ、対戦相手だろと。神保選手は上等だよと、元々の考えが噛み合わないといったような結構珍しいバチバチのパターンでしたが、ブレイキングダウンとは違ってこれはガチ喧嘩なので試合でどっちが持っていくか楽しみです。試合後のツイート、神保選手9月11日タイマン気合が違うわボケぶちのめす。松倉選手は待ちきれないわ。そしてこちら元 K1 ファイターのヒロヤ選手、コロナに感染してしまいました。今猛威を振るってますからね。コロナになりジムのみんなにはかなり迷惑かけてるけど、助けてくれるみんなの優しさにありがたみがしみる。回復したら頑張るぞ。平谷選手、今ほんまに流行ってて大阪もすごいことになってます。無理せずゆっくり休んでお大事になさってください。本当に多いですもんね。早く治して日常生活に戻りたいです。感染しないようにお気をつけくださいと。いやー本当にすごいことになってますよ。読売巨人軍なんて76名コロナ陽性になりまして、選手がそのうち46名ですからね。内野手3人じゃ試合ができないということも記事になっておりましたが、そしてタケル選手昨日誕生日でして、ツイッター、31歳になりました。この30年は嬉しいことも楽しいことも辛いことも悲しいこともたくさん経験させてもらいました。すべてのことに感謝して、応援してくれる人たち、支えてくれる人たちと一緒にまた前に進んでいきたいと思います。人生31年目、まだまだ全力で生きると、ヒロヤ選手がおめでとうと引用リツイートしております。続きましてはこちら、ベラトールのライト級のランキングの話なんですが、この間トフィック・ムサエフ選手デビュー戦で1位のシドニー・アウトロー選手に開始27秒で激勝いたしましたよね。で、結果どうなったかという話なんですが、もちろんチャンピオンはパトリッキー・ピットブル選手で、1位がですね、
トフィック・ムサイフ選手ではなくてですね、連勝15と伸ばしたウスマン・ヌルマゴメドフ選手、ハビブ・ヌルマゴメドフ選手のいとこでもありますね。で、2位にトフィック・ムサイフ選手つけました。快挙ですね。そして3位がこの間のライジン・コンフェッションズでジョニー・ケース選手鬼強だよと語っていたベンソン・ヘンダーソン選手で、4位がこの間まで1位にいたシドニー・アウトロー選手という並びに現在なっております。ちなみに堀口恭司選手は現在バンタム級で5位になります。上から行くとセルジオ・ペティス選手、ラフェオン・ストッツ選手、パッチ・ミックス選手、マゴメド・マゴメドフ選手、ファン・アーチュレッター選手、この2人は同率になりますね。で、堀口恭司選手で、その下に堀口恭司選手と同じ ATT 所属のダニ・サバテロ選手となっております。続きまして、こちらは朝倉海選手の昨日のちょっと面白かったツイートご紹介。話し出すと止まらないおばあちゃんから電話が来て、一方的に10分間話されて、結局梅干しはいるかって電話だった。ちなみにいらなかった。はい。しかしその後は桜海選手、今週久しぶりに会いに行こうと。優しい。そしてこちらはジャン斉藤さんのツイート。24日19時から中継されたザマッチ2022天心 vs タケル完全版は MX 開局以来の驚異的な数字を叩き出したみたいです。 MX っていうのは東京 MX というところで放送されましたので、 MX の動画視聴サービス MCAS というものがあるらしく、そこでも過去最高の視聴数、従来の記録の5倍、6倍近くの数字だったとかと。はい。詳しい視聴率に関しては発表はないんですが、フジテレビからしてみると逃がした魚は大きかったといったところじゃないでしょうか。私のですね、お父さんとお母さんにもやると伝えておいたら見たようです。ウミンチュ出てたな、ウミンチュって言ってました。はい。海藤選手のことですね。そして祖父母高校、親高校ということでもう一つやらせていただきます。このチャンネルの貴健信選手の登場率は異常だと思うんですが、本日も昨日のツイートで、初めて関取になった新十両の時の給料9割、母親と親父に送ったのが懐かしい、喜んでくれた両親の顔は今でも忘れられない、いっぱい母親に親孝行したい、義理の親父も本当の息子じゃないのに育ててくれたからいっぱい好きなことをさせてあげたいし楽させたい、二人には恩を返しきれないけど早くもっともっと強くなって満足した人生を送らせたい、親不孝なバカもいるけどそんな奴らみたいにはなりたくないし絶対ならないとのことです。続いてこちらはその貴健信選手とも戦い勝利し、今度は兄の須田竜剛選手と日曜日戦うことが決定している関根シュレック秀樹選手の水曜日に行われた YouTube ライブになります。もう試合直前なのにありがたいですね。今回も面白くて貴重な話聞けました。まず須田竜剛選手との試合での戦い方、いろいろ話してくれちゃっておりました。関根選手、須田竜選手はパンチとカーフがすごいが、気持ちの面で一つ楽でいられるのは、須田竜選手がここまで勝ってきている相手は MMA の練習をしてきていないプロレスラー、それにミノアマン選手も圧倒的に体重が軽かった、セイント選手もその前に一戦とかしかしてきてない、唯一 MMA ファイターとして戦績のあるシビサイ選手には負けている、須田竜選手のパンチやカーフは脅威だが、芯で食らわなければ、須田竜選手もプレッシャーを感じるだろうし、スタミナも減るだろうし、そこがつけ入る隙でもある、と。そして寝てしまえば、圧倒的盆栽柔術の寝技がこっちにはある、と。この言い方かっこいいですね。向こうがどんなに練習しようが、まだ1年2年なのでそこはありえない。シビサイ君とやった時に、ドロドロになったのは単純にシビサイ君が強かっただけ、ストロングポイントが同じだっただけ、通常寝技の展開になれば楽なはずだし、そうあってほしいよね、と。須田竜剛選手が公開練習の中でアメリカ武者修行中ベラトールの選手にでさえテイクダウン取らせなかったと言っていたが、これは明らかに振り牽制してるだけでしょ、と。そして振れれば寝技の展開にはなるでしょ。そしてあと、今、試合前のコロナが怖い。そう思うと、そういった障害、あと他には、怪我なんかも乗り越えて、リングで退治するわけだから、恨みとかは全くなくなる。その時点で、ありがとう、と。関根選手の人柄がよく出てますね。そして、順調な人生は面白くない。それを乗り越えてこそ、面白い、と前向きな言葉もいただきました。そして、須田竜剛選手が攻めてきてくれれば逆にこっちに近づくから嬉しい。
だから逆にアウトボクシング的に足を使ってくると思う。俺がスダリオ選手だったらそうする。そして関根選手がここのところ押している。もともとは羊の肉を美味しく食べるための調味料だが、何にかけても美味しくなるという羊に名人と書いて陽名人。関根選手、今家に30袋ほどあるそうで、ご飯にまでかけて食べているそうです。はい、陽明人やっぱネットじゃなきゃ買えないんですかね。ないんですよね、近くの店舗には。どこにも。そしてですね、皆さんもよく聞くと思うんですが、自分のために頑張るのと人のために頑張るの、どっちが力が出るのか論争ありますよね。私は人のため派なんですが、関根シュレク秀樹選手がそこの理屈としてこんなことを教えてくれました。自分のために頑張るということは、自分の命が一番大事なわけだから、自分の命がなくなるくらいだったら降参しちゃいますよ、というのが、これが普通でも、家族や守るためのある人は自分よりもっと大切なものが後ろに控えているわけだから、そこで降参しない、自分の命だってかけて頑張れる、と言っていて、私これ本当に非常に納得しました。自分の命より大切なものがあるので降参してる場合じゃないと。でもこういうのって自分がそっちの立場になってみないとその気持ちってわからないんで、もし一方に俺は自分が楽しいからやってる、自分のためだけに戦うしっていう人がいて、この二人カードが組まれていたとしたら、本当にだからプライドっていう団体名は超良かったですよね。そして来ました、禁断の。これ YouTube ライブなんで、チャットで勝利してのその後の昭和最強お願いしますとコメントをつきまして、それに対して関根シュレク秀樹選手、何回も言うんだけど本当は昭和世代ってクソだからねと言っちゃいました。ついにいいものじゃない、モラルも低いし、今の平成の人たちの方が優しいし、モラルもあるしいいんだよ、見た目もいいし。でもだからこそ、この寂しい背中を少しでも頼もしいと思ってもらいたい、痩せ我慢とかそういう姿と、そういう悲しみをも背負っての昭和最強だったようです。はい、今回の雄たけびはより一層心に染みそうですね。そしてクレベル小池選手、今マット菌と言われる感染症の放火試験になってしまっているようです。それに加え、今クレベル選手アメリカ帰りで熱くなっているので、試合前怪我の恐れもあるし、練習は避けているような状態だったようです。はい、というところで、あとは試合を待つのみとなりました。超楽しみにしてますし、昭和最強かっこ平成最強。続きまして、こちら牛久潤太郎選手と前田明さんのコラボで、前編が前田明さんのチャンネルから出てまして、後編の前編が牛久選手のチャンネルから出ておりまして、これは後編の後編になります。これが結構良かったのでお届けさせていただきます。私は2度見てます。結構前のものにはなってしまうんですが、ここからでも全然 OK なもので、その前の部分気になる方は概要欄に URL 貼らせていただきますので、そちらも合わせてどうぞ。まずですね、牛久潤太郎選手の理想とする選手は、コナー・マクレガー選手に負けるまで10年間無敗、ここのところまた復調してきていて、今度ドバリシビリ選手と戦うジョゼ・アルド選手だそうで、その理由はもともと柔術の選手なのに打撃も超強、 MMA ファイターとして完成されていると思うからと。それを聞いた前田明さん、そういう場合は徹底的にその対象となる人物を真似ること、有名な名人の2代目で初代より伸びている人物には共通点があり、それは徹底的に師匠の真似をしているところ。もうこれは徹底的に、武術以外にも仕草や歩き方などすると師匠と同等になり、やがて超えていくと。学ぶは真似るで成功の形というのがあると思うので、武術以外でも自分に限界を感じている人も憧れの人をコピーしてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、松本人志さんを取り入れてる堂本剛さんは一部だけなんでね、もっと全体をね。前田明さんも徹底的に真似してみて、それでもできない部分があり、そこに秘密が隠されているよと。ちなみにこれは各剣豪のエピソードを集めた日本武術神妙伝という本があり、それを前田明さんが読んで気づいたことだそうです。私も図書館にあったら借りてみます。日本武術神妙伝。そして牛久選手、次の試合はやんわり決まっているので、ここで負けたら次もないので、ここに全集中と。
ここはクレベル小池選手の方でもタイトルマッチが決まっているというようなことをすでに語っておりますので、この2人もしかしたら9月の朝倉未来選手 VS メイウェザー選手のアンダーカードで激突なんてこともあるかもしれませんね。そして皆さんも疑問に思っている人も多いと思うんですが、なぜ井上尚弥選手はあんなにも強いパンチを打つことができるのか問題。ナルバエス選手陣営が過去グローブに何か入れてなきゃ辻褄合わんと KO された後グローブをチェックしに来たこともありましたよね。前田明さん曰く、それは腕力が強いというところにあるのではなく、体幹というか骨盤の使い方がうまいというと、牛久選手は、あ、ジムの横田会長も同じことを言ってましたと。前田明さん続けて、骨盤の使い方がうまいと体重も乗るし、上半身だけ使って動いている場合は攻撃を何かの拍子で外された場合、体が流れていってしまうが、骨盤からグッといっているとバチッと決まる。そうすると引きも早くなり、打った後の回避の動作もすぐできるようになるよと、そのような理由が一つにはあるそうです。前田明さんは現役退いてもいつまでたっても本当に知の探求者ですね。そしてラスト、牛久潤太郎選手に一言と求められた前田明さんは、挑戦することはもちろん大事だが、それは当たり前の話で、もっと大事なのは挑戦をし続けること。挑戦を繰り返しているとそのことばかり考えるようになっているので、じっとしている時に思いもよらぬ気づきや世界が見えてくることがある。一歩一歩登っていくと見える景色が変わってくるよということでした。挑戦って人によっては大事じゃないですか。なので1回の挑戦にとらわれて準備の時間をたくさんかけて、で結局やらない時もあったりして、でもそうやって一つの挑戦を大事にするのではなく、挑戦することはあくまでも当たり前のことで、大切なのはそれを続けることですというのは金言だったんじゃないでしょうか。はい、死ぬまでの限られた時間の中でできる挑戦の数も決まっておりますので、やりたいことはできるだけ全てやってしまいましょう。まあ大切なことというのは本当は少ない、いくつかだけなんですけどね。その中の一つがこれということで。そしてボクシングからのつながりで、元 WBO スーパーフェザー級チャンピオンの伊藤正幸選手、引退になります。私は超応援してましたので驚きでした。生涯戦績31戦27勝 15KO3敗1分け。皆さんの記憶にも新しい村田亮太選手 VS ゴロフキン選手のアンダーカードとして、吉野修一郎選手との一戦、これが最後となりました。ボクシング界一のイケメンと言ってもよかったんじゃないでしょうか。伊藤選手はツイッターで、プロボクサー伊藤正幸は本日7月28日をもって引退させていただきます。7月28日は4年前に世界チャンピオンになって人生が変わった日、そして本日は退案と新たな出発にはとても縁起のいい日だと思い、本日発表させていただきました。プロのライセンスだけが欲しいと思ってボクシングを始めた18歳の少年が世界チャンピオンにまでならせていただき、そして本当に多くの方々に大きな応援をいただけたことに感謝しかありません。間違いなく応援してくださった皆さんがいてくれたからここまで戦ってくることができました。僕はカッコつけのビビりだし、リングに上がるのが毎試合怖かった。いつも試合直前になると中止にならないかなと思ってしまうくらい怖かった。倒れるのが、殴られるのが怖いんじゃなく、みんなの期待を裏切ってしまうんじゃないかと本当に怖かった。でも僕に本気で期待してくれて、気持ちで一緒に戦ってくれて、自分のことのように一緒に泣いてくれる素晴らしい方々が僕にはいたから、リングに上がれて命を懸けて戦ってくることができました。これからはプロボクサーではないですが、一生伊藤正幸であり、この幸は本名の方ですね。音読みで言うと死、訓読みで言うと行くで、ひらがなの絵に似てるやつですね。そしてファイトネームの伊藤正幸、雨雪の雪ですね、でもあると思っています。ボクシングが僕の人生を変えてくれました。必ずそのボクシングに少しでも貢献できるよ、そしてまた一人の男として僕なりのチャンピオンを目指して頑張っていこうと思います。長文失礼しました。本当に本当に皆さんありがとうございました。2022年7月28日伊藤正幸と。はい、お疲れ様でした。続きまして、こちらはこの少し前にちびっ子たちにキックボクシングを無料でボランティアで教え、徳を高めてきた久保優太選手。さて、ご自身にも男のお子さんが生まれますが、そちらはどうなるのか、
久保優太選手の子供の将来についての動画が話題になっております。聞き手は18歳の頃のムエタイでのリングネームがケンジソーセンチャイだった弟のケンジさんになります。もうほとんどの人がこのケンジソーセンチャイは覚えたと思います。私もしつこく言っておりますので。で、久保優太選手、英才教育で格闘技をやらせたいらしく、今の時代は MMA が主流なので自分が完成しえなかったクボロジックを息子の代で完成させたいと息巻いておりました。正直立ち技は極めちゃったからさと。確かにそうなんで、かっこいい一言でした。そういえばモハンドラゴン選手がブレイキングダウンのオーディションで K1 では敵がいなくなったので K1 やめたと言っていたことに関しては、久保優太選手別動画でですが、それは僕のいつものセリフじゃん、そういう嘘は良くないと思うよというようなことを言っておりましたね。そして子供には打倒局全てにおいてのトップオブトップにしたい、僕の指導ならできると思うと。しかしこのことはサラちゃんにはまだ内緒で、それ以前から子供と先生と弟子のような関係にするのはやめてほしいと懇願されているようです。しかし久保田選手はベストキッドみたいに先生と呼ばせたいと意気揚々。サラちゃんは小さい頃車で送り迎えでピアノとか習字とかを習わされていて、それがすごく嫌だったので自由にさせてあげたいと思っているようなのですが、最近は小さい頃から格闘技を習っている、エリートはいるがうちはエリート中のエリートにさせる、生まれた時から腕立て伏せをさせる、あーこれは燃える匂いがするなということで、この動画の後久保優太選手はこのようなツイートをしまして、月曜日ボクシング、火曜日レスリング、水曜日休み、木曜日ムエタイ、金曜日柔術、土曜日テコンドー、日曜日休み、2歳の時からこのスケジュールで各専門家たちの教えを超えば最強になるんじゃね理論。サラちゃんはこんな最低な計画ロボットか兵器にするのか、そのために何ヶ月も頑張っているのバカみたい。しかしながら久保優太選手構わず、いや曜日ごとで分けては結局は全てが中途半端になり、技術習得を完璧にできずにふわっとなりすぎてしまうか、年齢という期間で格闘技の種類を分けるべきなのだろうか。でそこに一般の方がどんなに強くても八百長やったらおしまいってことも教えてあげてください。それに対して、なるほどメンタルトレーナーの方の指導は必須ですねと、全然もうお構いなしのようで、でさらにその後一日経って、おはようございます、思ったんだけど週5で練習設定してるけど若い頃は収録練習でも全然いけるかもな、かっこ特に10代から23歳まで僕はそうだった、問題は2ブレンをいつさせるか、いつからさせるか、さらに問題はおそらくこのスケジュールだと勉強ができなくなるであろうこと。僕と G ケンさんは格闘技にのめり込みすぎて文武両道できずに高卒、逆に僕らの弟はなんと東大、 DNA でも学歴格差が生まれる WW。 ただ格闘技において学歴はあまり重要ではなく、格闘 IQ が高い方が重要視される、つまり何かを犠牲にしなければ何かを得ることができないのだと。はい、弟が東大というのはすごいと思いますが、このように暴走しております。でもサラちゃんも以前子供にフェラーリあげたいって言ってたんで、珍しくどっちにも感情移入できないっていうパターンね。はい、ほんといつも楽しませてもらってます、ありがとうございます。そして現在アメリカ武者修行の旅へ出かけている中井凜選手、昨日まではまだ道すがらだったのですが、ツイッター、ラスベガス着いた、やっと今ホテル、昨日の昼家を出て30時間くらいかかっている、乗り継ぎ場所が分からなくて何時間も迷い歩き、スーツケース受け取り場所分からなくて2時間歩き回り足痛い、飛行機座りすぎ足腰やられ冷房でダウン、ありえないことだけど自家用ジェット機あればいいねと。はい、昨日の大沢健さんの格闘技通信で佐伯社長がゲストで、佐伯社長は中井凜選手のことを大変尊重してますよね。元 UFC ファイターでもある。いい待遇で迎えたりするのは当然と。その佐伯社長がこの旅は修行と、あと UFC へのアピールの場だろうと言ってましたね。で、大沢健さんが、でも中井凜選手たちにはそういうことをできない。苦手なので、誰がバックについているんですかというところには、佐伯社長、明言は避けておりましたが、UFC への期待も持ってのアメリカ入りだそうです。そしてこちらライジンアンバサダーのくるみさんよりのお知らせ、念願のアパレルブランドがついに完成しました。自社ブランド立ち上げたようです。
初めてのことで分からないこともたくさんあったけど、試行錯誤しながら本当に自信を持って可愛いと思えるものを作れました。今日から4日間の期間限定の受注販売になるので、ぜひゲットしてくれると嬉しいです。よろしくお願いしますとのことです。で、ここでくるみさんが着ている服っていうのはすごい短くて超短ランの短ランといったものになりますね。そして皆さん、そろそろですね、先ほどからどれぐらい経ちました？20分ぐらいですかね。そろそろ貴健心選手が足りなくなってきた、欲しくなってきているところだと思いますので、やらせてもらいます。はい、貴健心選手を打っときましょう。ツイッターになります。友達の悪口言わそうとすなダブルとしまして、あるスクショが添付されまして、個人的に送られてきたものだと思うんですが、まずですね、この送ってきた方の名前だと思うんですが、なんとかなんとかなんとか部活頑張れてボイスでお願いできますか。で、貴健心選手、それに対してちゃんと6秒のボイスで返信しておりまして、言ってあげたんでしょうね。で、その方、ありがとうございます、練習頑張ってください、ヘビー級で一番期待しています。で、その後ですね、貴健心さん、もう一つお願いがありますとしまして、で、今度はですね、自分の名前じゃなくて友達の名前、多分本名だと思います、なんとかなんとかなんとかボクシング頑張れザコって言ってもらえますか、笑いと。で、貴健心選手、それに対してはそれは無理やと返しておりまして、で、その後、これを送ってきた主からその後消してくれと言われたので消しましたダブル、恥ずかしいなら最初からそんなこと送ってくるなダブルと、はい、このようなですね、心温まるファンとの交流もありました。ふー、はい、というわけで本日は以上となります。この間甥っ子たちが泊まりに来た時に、夜みんなでいて、親とか妹の家族とかもいまして、で、部屋着で外に着て出れないものってありますよね。自分だけみたいな、ちょっとダサいとか、私の今回のパターンで言うと、背中がざっくり開いてて、そこがメッシュになってて、さらにそこから10センチぐらい下がったところから昆虫の羽みたいに全部切れてるんですよ。まあ涼しいようにというようで、で、タンクトップみたいになってて、でもタンクトップみたいになってるんですが、生地自体が結構熱いんで、これ熱いので行きたいのか涼しいので行きたいのかどっちなんだみたいな。でもせっかく買ったんで、それ結構最近はよく着てるんですね。そんなの外で着れないじゃないですか、他の人のところには。でも家族とか、まあ親戚なんで、親戚は家族と同じなんで別にいいんで、で、お風呂入った後に子供たちがいるところに、どうも世界一セクシーな中年男性ですとか言いながらずっとうろうろしてたんですね。それ4、5回言って、でも全然子供たちには響かなくて、でもお気に入りのフレーズだったんで、どうも世界一セクシーな中年男性ですって言い続けてたんですね。で、子供たちも帰りまして、数日してお母さんと会って、最近俺すげえ太ったよねっていう話したんですね。そしたら、まあほんと太ったわね、でもいいじゃない、世界一セクシーな中年男性なんだからって言ってきまして、お母さんには意外と響いていたという話になります。その時は何も言ってなかったんですが、心の奥底どっかに引っかかっていたのかもしれませんね。高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。